はい、どうも皆さん、こんにちは。泉彦です。それでは、今回なんですけども、今回もサムネとタイトルにある通りですね、LINE Pay がスタバでお得に使えるということで、今回は、登録方法から、まあ、決済までの流れを、僕もぜひちょっと体験してきたので、そちらをお伝えできればなと思っております。先日、こういったニュースが Yahoo ニュースで上がってまして、LINE とスターバックスの提携で、スターバックスカードの発行、で、そして LINE Pay でチャージができるということで、もう簡単に言うと下の図で表しているように、まあ LINE Pay にお金が入ってたら、そのお金をまあそのままスターバックスのカードにチャージすることができますよということになっております。で、それを踏まえて、実際ちょっと僕もやってみようということで、ちょうどそのニュースが上がったタイミングで、こちらの画像、左下の画像ですね、LINE スターバックスカードを発行していませんかという、まあ LINE のキャラクターと右上にスターバックスのマークが入った、まあこういった LINE で通知が来たんですよ。で、僕はそのまま、登録に入ったんですけども、もしこの通知がまだ来てないなっていう方も中にはいらっしゃると思うので、その場合、まず1番から入っていけば出てきます。で、今から簡単な登録方法をまずお伝えして、その後に今決済のやり方で、そこからまあどの特典がついてるのかっていうのを今から簡単に話していきたいなと思っております。そしたらまず1番目のこのマイカードというところにまず入っていただいて、で、これに入ると2番目のマイカードという LINE マイカードというところ、まあ LINE スターバックスカード以外にもまだツタヤとか下にあるビッグカメラとかヤマダ電機とかそういったものも結構出てるので、まあ随時そちらは個人的に確認してください。で、今回はスターバックスなので、LINE スターバックスカードを選んでいただいて取得するというところを押していただきます。で、そうするとスターバックスカードを入れてもいいですかっていう認証があるので、この3番目の右下の同意するというところを押していただきます。で、同意するを押して進んでいくと、LINE スターバックスカードの新規発行ということで、この4番の新規発行を押します。で、今度はこの5番目なんですけども、まあ僕自身が、スターバックスの会員登録とかも全然してなかったので、まず5番目の、マイスターバックス会員登録っていうのをやって、で、次に2番目のスターバックスカード登録という、まあ2つ入力をする必要があるので、まあ何も登録してない人はそれぞれ入力をして進んでください。で、入力をして個人情報もバッチリ埋めて進むと、6番目のスターバックスジャパンの公式モバイルアプリというのがあるので、それのインストール、僕は今回 iPhone XS を使ってるので、その iPhone XS からインストールをします。で、7番目に、まあ LINE のキャラクター、まあコーニーですかね、と、あとは、その LINE、スターバックスのマークが入ったカード、最初の画面が出てくるので、で、早速僕は LINE Pay にまだお金が入ってたので、そのまま今回は1000円の入金を行いました。で、この1000円っていうのを押して、次へ押して進むと、早速、1000円が入ったというような状況となります。もう登録とチャージまではここまでで完了です。もうほんと3分ぐらいで終わるので、まあ、ぜひ皆様やってみてください。で、今、ここの、LINE Pay で入金って書いてる右側に、ちょっと僕黒く塗ってるんですけども、ここにご自身のバーコードが出てくるので、この9番の画面で、そのままこのバーコードを店員さんに見せていただいて、その時に LINE Pay で、支払いしたいんですけどもって言ったらもうピッてやってすぐに決済が終わるというような状況となっております。で、一個だけ注意点なんですけども、今日僕が経験したことなんですけども、スターバックスの一部の店舗によってはその LINE Pay が使えないところもあるので、一応レジのところには LINE Pay って書いてるところもあるんですけども、一応僕は事前にここ LINE Pay 使えますかって言ったら使えませんって言われたんで、もうすぐ違う店舗に移動して使える店舗で今朝使ってきました。で、実際使ったら左下のスターバックスの今日は、スターバックスのラテですね、スターバックスラテでアイスで頼んだのでこんな風に出ております。で、一応今回 LINE Pay で決済してどんなメリットがあるのかっていう特典をお話しさせていただくと、まあ LINE Pay のポイントが5ポイント、一応右にも書いてるんですけども、まず1000円チャージしたことによって入金したことでのポイントバックがあるので、それで5ポイント入ってくると。で、LINE Pay のおみくじのキャンペーンがまだ合ってるので、それでおみくじでは1円しかというか、1円当たったので、まあ1円の LINE Pay のチャージがあったと。
で、そして今回スターバックスで使ったので、スターバックスリワードっていうスターバックスのポイントカードがあるので、それのポイントも貯まると。まあそのポイント自体は、まあ好きなドリンク、フード、コーヒー豆のいずれかの一品と交換が可能ということなので、まあやっぱり LINE ペイを使うことで、まあこれだけの特典がある、まあそしてメリットがあるということなので、もし結構スタバ利用するなという方がいらっしゃったら、ぜひこの方法を活用すれば、まあ結構ポイントも入るし、まあ戻ってくるものも結構戻ってくるなというニュアンスもかなりあるので、まあぜひ使ってみるのいいのかなと。やっぱりスターバックスもちょっとコーヒーにはちょっと高いのでやっぱり数円戻ってくるのと、それが積み重なるとやっぱ嬉しいなっていうのもあるので、これはぜひ活用するといいのではないのかなと思います。ということで、ちょっと駆け足だったんですけども、ここまでのやり方とか登録などをぜひ参考にやってみていただいて、このチャンネルがいいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録などしていただくと嬉しいです。あと、ツイッターも更新していますので、そちらも随時確認していただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。本日はご視聴どうもありがとうございました。